はい、えー、それでは始めてまいります、皆さんこんにちは、え2021年、取材予想論点ローラー大作戦え主要科目編のチャプターの1、始めてまいります、担当アレックス年講師、私、ね、根本氏が行います、よろしくお願いしますえ。こちらの方ですが、まず民法の抗議教材1というのがあると思いますので、そちらの方二2ページの方を出してください。 こちらの講座のコンセプトと書いてあります、えー、講座内でやること、2つあります。1つはすべての範囲、すべての分野について、こちら、室内可能性が高いもの、低いもの、そうでないものを指摘する、受験全分野について、ここは絶対やっとくべき、ここはもう最悪後回しでいい、それ以外というのを指摘していきます。 絶対やるべきところを A ランクと呼んでいきますで後回しもしくは捨ててもしょうがないというのを C ランクとします、はい、でその A ランクについて講義と演習をしていくこれがこの講座のコンセプトですで具体的にどんなことをするのかに講義の進め方というのを見てください 科目ごと範囲ごとの傾向分析、そして、に、えー、範囲ごとの出題予想をしていく、そして次、3、出題範囲について演習をまずしていきます、演習をして、その科目、その分野のモードに頭を切り替えますで、その上で私の方で説明をどんどんしていきます、これが講義の進め方と思ってください。 その下ですが、テキストの構成、講義で触れる範囲というのがあります。テキストには、必須過去問知識は全部入れています。また、密つの知識、まあ出ていないものも多く載せています。で、その中には、出る可能性が高いものから、ちょっと難易度、難易度は高いものまで載せています。で、講義では、こちら、必須過去問のところ。 また密つの知識を中心に説明します難易度が高いものについては講義でその都度指摘しますここはやるやらない任せるよという形で指摘しますのでそこに応じてやるやらないを決めてくださいまたこの講座は今年度私は担当している卓越ターゲット攻略講座というものを抜粋し一部改良したものをお配りしていますその点ご留意ください下の方3番復習の方法 まずは講義内容を確認する、講義で触れたところを確認する、そういったら次は、講義で触れてない、でもね、問題が載っているものをどんどん解いていく、でその特く員えこれ、初受験者の方はね、過去問をメインに解くことをお勧めします。具体的に言いますと、このレジュメは、左側には問題。 右にはその対応する図表が載っていますでこの問題の方にはオリジナルと書いているものこれ当連問題ですあと数字が書いているものこれ囲問の番号ですこういうものは載っています初受験の方はねまずは囲問をメインに解いていってくださいはいそして解きながら 間違えたものがあれば、ぜひ右側の図表のどこに載ってるかを探してください。例えば左の一番の問題、今開けてるのは十四ページなんですけどね。左の問題の一番の知識は右の表でいうとここ星の位ここに載っているのが一番の知識なんです。間違えた問題があればどの知識がないのか、どの知識が足りないのかっていうのを表で確認してってください。 で,できればその部分を色か何かで塗ってください。こういう作業をしていってください。講義の確認、演習、星印の確認、それが終わったら、次のチャプター、次のチャプターへと行ってください。では本日は民法相続についていきましょうか。まずはページ3ページの方お願いします。 この3ページは年度ごとにどの分野が出ているのか、そして右の方には今年やるべきなのか、そうじゃないのかが ABC で分かれております。A についてはこの後4ページ以降でちゃんと説明します。C になっているところに注目してください。C。で、1つは権利能力なき遮断です。 平成16年に最後に出ています、そこから全く出てはいません、そういうの概念がある程度つかめているのであれば、ここではまる必要はないと思います。また下の方条件期限、2年連続出ていますで、しかも去年は結構難しめの論点が来ています。といとここ3年連続というのは、ちょっと考えにくいところだと思います。 というところでこれが C です。で、あと載っているものが A と振っているものを、これから次のページ以降で見ていくんですが、全く空欄になっているのものがあると思うんですよ、空欄、空欄。で空欄になっているのが B ランク、空欄になっているのが B ランクです。A の後にぜひやってほしい論点になります。で、その B の中でも、特にここはね、優先的にやってほしい B、それをあえて B プラスと入れています。 B プラス、この辺りは A の学習の後にどの辺り B 全部いくか B プラスからいくかというのを考えながら学習を進めてみてくださいではここに載っている A ランクのところを抜粋したものがありますのでそこを見ていきましょうレジュメの方は4ページ5ページ「自然人行為能力」です えそこの出題実績は18から平成、令和2まで載っています。ほとんど毎年出てます。そしてもう一つ注目するのはね、これ分あのね表の下に分析ってあるじゃないですか、そこ見てほしいんですけどね、1個目が今言った話、2個目なんですが、行為能力だけ23から見ると、出て休んで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 、出て休むという順番なんです。となればこの順番からすれば 行為能力は出ておかしくないいとところだと思いますなんで、行為能力、そんな難しくはないと思いますが、やっといておいてください。じゃあ、まずは演習いきましょうか。4ページにね、未成年の行為能力と14足あります。やってみてください。用意、スタート。 ははいではこれぐらいにしましょうかもし終わらなかった方一旦たん DVD ウェブを止めてえ聞いてください、はい、解いてから、ね、聞いてください5ページの表を使っていきます未成年の行為能力法律行為をするには法廷代理人の同意を得なければならない表の下中の1お読みください いいわゆる婚姻すれば精霊扱いになります。なのでもうこれは同意はいらないということになりますで次中の2法廷代理人って誰特に養子に行った場合は養親だよね読んでみて養子に行った場合は養親の同意が必要です9番「 左の9番の問題ですが、実親の同意をもらってます。これ実親、親権ありませんよ。親権がありませんからね。表に戻りましょう。表に戻って、次に例外3つあります。同意なくして単独でできる。同意なくして単独でできるものが3つあります。えっと、2番から。 目的を定めて処分を許した財産の処分、えー、もしくは定めなりで許した処分、えー、旅行とかね、お小遣いとかがそれに当たる、4番や14番、えー、それが当たります、4とか14です。とこの理屈としては、事前の同意があると考えます。小遣いを渡した時点で、好きに使っていいぞと。というような事前の同意があると考えてください。 だからもうこれ以上同意を取る必要はないんだと丸さん、許可された営業に関する行為お前、一人で商売やってみろと分かった父ちゃんこんなふうに言われたんですねあいらっしゃいませ、カツオですねちょっと待ってくださいお父さんに電話しますお父さん、カツオ売っていいですかダメだそうです。客が迷惑します <laughs> 客が迷惑します。 じゃあ今の観点で、ええ聞きたいんですけどね、あサンマですか。あ、どうぞ、かつおはちょっと待ってください、あ、あの、いかもちょっと待ってて、いかも待ってて、どういういる。これも客が迷惑します、米印読んでみてください。 よろししいでしょうかね。えー、んまはだめだとか一カはだめだと客が迷惑するからだめですよ。じゃあ表に戻りまして例外の1単に権利を得義務を免れる行為と権利を得るだけ義務がなくなるだけ権利を得るだけ義務がなくなるだけならこれは不利益はないよねと。 権利を得るだけ義務がなくなるだけね。中の三の表を見てほしいんですが、財産法と書いてある左の一番見てん。貸金債権のずりょうするっていうのは、債権失います。権利を得るだけ義務がなくなるだけじゃありません。権利を失います。丸に見てん。 負担付き贈与を受けるこれは担付き贈与を受ければ権利を得るだけじゃありません義務を負ってしまいます一方右「同意を容しない」の二を見て <coughs> これは返すことによって預かったものを返すことによって返還義務がなくなるだけ返還義務がなくなるだけ。 補完義務がなくなるだけ返還義務がなくなる保管義務がなくなるからこそこれは単独でできますよと一方した身分行為とありますがここは基本同意がいらないなんですよ別にこれは未成年に限った話ではなく 未成年かけたはずじゃなく、身分行為は本人の意思だけでできる、人の同意がいらないが原則です。だからむしろこれは左のいる方を覚えてください。婚姻、相続承認放棄限定承認、丸一はもういいと思うんですが、丸二番のところですが、これは財産行為、財産的な行為の要素が強く出ます。借金が多いか、プラスが多いのか、えこれは。 判断が難しいことから同意を要求します。はいということで、上の表に戻りまして、未成年の行為能力、原則例外があって、例外3つ言えますよね、権利を得、義務を免れる行為、処分を許した財産、そして営業の許可の3つですね、2番はどうです、左の2番。 でもこれは何かいざそうだとあのね原則例外があるんだったら法的思考なんかいらないんですよ原則例外があるんだったら例外に当てはめて当たんなきゃ原則処理です今回これ短期賃貸借ですがこれ例外のどれにも入ってませんだから原則通り同意がいるなんですよ直前期間です 効率よい学習が言いります。原則例外ものがあるものはしっかり覚えることです。特に例外をしっかり覚える,覚えることで。例外を覚えちゃえば、当たんなければ原則で処理できるんです。それができる人は、この2番の問題は暗記しなくていいんですよ。原則例外をちゃんと押さえない人は、もう、なんですか、問題の、覚えなきゃいけない問題数がどん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 ,どん増えちゃうんです。もったいないですよ、それは。 では5ページの方ですが一番下見てください未成年が結核自由になっている条文実は結構多いんです一度にセットにして読んでみてでこれというのは人の面倒を見る人の財産管理をすることです未成年は自分の財産管理もできない人です それが人の財産管理とをしていいわけはありません。丸三、遺言の証人立ち会い人。この遺言ではいろんなことが語られます。え、父の面倒をどうするとか、え、母の面倒をどうするだとか。社会常識に乏しい未成年では理解が難しいだろうと。 社会常識乏しい未成年には切り替え厳しいだろうと。リオン遺言執行者で。これは多くの財産を管理します。死んだ人の多くの財産を管理し、移転行為とか、登記手続きとか取るんです。これを未成年にやらせるのは酷じゃないのと。このあたり、今言ったね十一11、12、13は、 結核自由で問われているところですのでぜひ意識しておいてくださいページの方は7ページお願いしますちょっと説明中心にいきましょう7ページ一番上行為能力の比較とあって右から2つ目非補佐人 自ら行為能力行為行為法律行為をすることができる例外が載っております13条に該当する行為は同意がいりますよとじゃあ13条ってどんな行為が該当するのとっていうとその下に表があります補佐人の同意が必要な行為補佐人自身は財産管理はできるけど 処分がでできない人です管理はできるけど、処分ができない人です。ぜひ今回、そこに載っている問題でいうと,、えーとね、星バンクがついている、星3124とついているところ、ここは最低限押さえてください。3124。で、プラスできれば、丸9番も。これがいわゆる短期賃貸借です。短期でで貸すぐらいであれば 管理行為だと。処分じゃなくて管理行為だとちなみに未成年には管理能力もありませんからねさっきの問題だよ、はい、では近年の改正部分そこはしっかり分かってください丸10番なんですが下に絵がありますのでそれを使っていきましょうあの制限能力を代理人にすることはできますよね で代理にした後取り消せるんでしたっけ取り消せませんよね理屈は制限能力と分かって選んだあんたが悪いという理屈でした選んだあんたが悪いのであれば選んでない法定代理ではこの理屈は使えないねいきますと B がいて、A がいて、この A が非補佐人です。この非補佐人、ポイントは、法廷代理として動く場合なんです。はい、この A 自身は自分一人の行為であっても売買などできません。売買をするには同意が必要です。であれば 人に代わって売買する場合だって同意がいるでしょうと。なんで B のために動く時であっても C の同意がいりますよと。ぜひこれ問題見る時は法定代理と言ってるか任意代理と言ってるかをしっかりと見るようにしてください。 一応左側の問題4番確認してもらっていいかなありがとうございますでは今度は8ページ9ページ貢献補佐補助の比較が出ております2点ほど言わせてくださいまず1点目 一番上の請求権者ですこちらですが、えっと、補佐を基準に見てください補佐非補佐人の審判誰が言えるかっていうとまず本人が言えますでも本人これ裁判手続き裁判所への手続き取れるとは思えませんなので配偶者奥さんができるようにしているんですただ旦那さんがそういう状況だと 奥さんも高高齢の可能性が高いですこの場合はその下、4親等の親族、周りの家族が代わりにやってあげるんですよ。はい、まずこのえ、で、一番下の行を見て、最後、検察官。周りで誰もいない、周りに誰もいない一人の方についてはね、検察官が公益の代表として動くというケースを畳みます。 徘徊をして,いてもう自分がどこに誰かわからないそういうご老人の方がいる検察官が手続きを取ったというのを2年前かな何かの記事で見たことがありますカバンの中にはすっごい大金入ったらしいんですよなんでまずここのね2段と一番最後の行はしっかり覚えてください本人配偶者4親等の親族そして検察官でこの真ん中の2行は何かっていうとね 例えば補助人、補助監督人、これはね、今、非補助人で、ちょっと認知症が進んでしまったから、非補佐にすると、今、非補助で、非補佐にするという場合、手続き取るのが非補助人、えー、この場合、ね、手続き取るのが補助人だってことなのね。逆に、後見、後見監督人っていうのは、今、後見なんだけど、 認知症軽くなったので補佐に、補佐に変えてしまうと、補佐に変えてしまうような場合、後見人が手続きを取るんだと、こんな感じで見るようにしてください。これが1点、もう1点ですが、手続きを取るのに本人の同意がいるのかと。 ちょっと見づらいくて申し上げるんですが補助は何するにも絶対同意がいります一方貢献は本人の状況は状況です同意は一切いりません一方補佐は基本いらないなんだけど 代理権付与だけいる代理権付与だけいる自分の勝手に動かれる自分,に、ね、自分の無駄に動かれるそれは困るので自分の OK がなければ代理権付与は与えないとこのように考えてください10ページ11ページ いわゆる催国の論点ですがこれ、催国の論点、近年29かな、29に言ったら、正当率すごい悪いんですよ、びっくりしました、あの見るべきところっていうのは、誰に催告するかってことと、無視した場合、どうなるかってことですよね、催国できるのは、頭領能力がある人だけだと、表の右から2つ目、催国の相手方、頭領能力がある人にしかできないんですね。で次 格闘不発信の効果、これは、追認できる人にやった場合、無視したら追認です。追認できる方にえ再告して無視されたら追認です。追認ができない人に再告した場合は、取り消しです。例えば、非補佐人に再告している、まだ非補佐人の状況、無視した場合は その人は追認できる状況ではないので取り消しといいう扱いですよねそんなような感じで追認できる方なのかどうかという点で見てやってくださいでは今度は13ページの方にいってください 13ページの一番上、制限行為能力の差実つというところです。とにかく趣旨を思い出してください。趣旨は制裁です。自分の能力を偽ってだますようなやつには制裁だと。そうね、分かんなければ最後、制裁って観点で見るようにしてくださいね。例えば この、ね、効果の面の1と2があって1と2見てやって繊細なんですから全ての人間の取り消し権を奪うんです今度上の要件要件意識するのは2と4かなまず4を見て。 固く言ってますけどざっくり言っちゃえばだませたことですだませた場合制裁ですだませなければ制裁になりませんまた2番のところですが原則しで行為能力偽るに足りる真実をするする黙っているは要件はクリアしないね自らした場合が制裁です 黙っていたらあの老け顔は20に違いない契約をしてくるなんだ20ないかだまされたと勘違いする方が悪いよはい黙っていたら向こうが勘違いこっちが制裁っておかしいんですこれが注意書きの始め2行にあたります 以上が制限能力ののとところの論点となりますでは次の質内予想に行きましょうその下の表に行きましょうかねこの枠でくくっているものが A ランクだと思ってください先ほどから見ているな、えー、っとごめんなさいこの3ページに載っているところの、ね、A とついているところがこういった四角枠でついているところだと思ってくださいありがとうございます じゃあいきましょう。13ページ、意思表示です。で、意思表示の分野、これが実は2年連続出てないんです。えー、この使用者試験、近年でいうともう初めてかもしれません。ということで、ここはもう力をできるだけかけてください。多く出ているのが虚偽表示と錯誤です。ですので、この2つをメインにやっていってください。じゃあ、まず虚偽表示、問題いきましょうか。 14ページ、94条2項の第三者の要件、6足お願いします、6足です。用意スタート